だ今のノーマル水地だったらね全然体力残ってたんですけど、 OD 水地でしっかり倒しきっていくあたりさすがの判断。あの 6D キャンセルヒットした時にキャンセル OD はねかなり便利ですよね。最後の倒しきりにかなり優秀です。だからこの 8D ですよ、 8D ジャンプ 8D。 ちょうどねあのウロボロスをかわしながらミュウがビットを設置したくなるようなポイントに対して 8D を当ててくる。ビット設置してもガードしちゃったらビットの発射は消えちゃいますから、十分ガードでも価値はあります。頭ならではの対策ですよね。さあシャガジー対空からまだ迷ってる最中、今回狭間はシャガジー対空からいかにノーマルカウンター関係なくねしっかりダメージを取れるかっていうのはかなり腕の見せ所です。それでは行く、落として、さあ8B が6秒当たっている、バーストあ苦しい、ああ置いてある。やはりミュウのやりたいことは分かっているのかこの男、これがキャラ対策。長谷川が一本選手、さあ魔王もびっくりのジャンプを引っ取り選手が、これはスライド立ちへ届かない。さあ押せ切り気味になった、押せ切りになった 6B 落としてしゃがみくらい、ビットは邪魔しませんが微妙な位置ですよね。やっぱり食べ剣が入ってもその後いろいろわけでもなく、かといって行く立ちで位置入れ替えちゃうとせっかく始まり追い詰めたのにまた位置入れ替わっちゃうみたいなね。ここは別にダメージ下げても状況重視ってのは悪くないと思います。今のはバグ捨て狙いの 3C 恐ろしい、 3C ジャイアプレー出したらまずいですからね。 6A 立っているがバグ捨てで 6B をかわす、立てる触って、いやいい粘着だが 2D はちょっとやりすぎか、気持ちよくなってんのか。あ 6A ノーキャン投げ、これはやらしい。さあダッシュ6エア倒されて、あ避けられて中央に逃がしましたが、これは美味しいぞ。さあデンジャーは消えてしまったがどうだ、残る、寄ってくる、バスでも得ない知恵、さあまだ分かりません。雨のどつかで立ち回り勝負に戻すがジャコウがちらつくので有効な距離を使えない。さあこれは受け身狩りの逆に 4D を見せましたが、ジャコウとヤタの鏡は相打ち、11でファイナルラウンド、熱い。さあここを落とせばミュウが終わってしまうので何としても勝たなければいけないんですが、これは美味しいぞ。シャガパン主導だがしっかりダメージを取って画面端に追い詰めるが、いわゆるバリ直ですね、バリ直で距離を取りながら逃げていく。雨のどつか、なんとこれは 6B カウンターフェイタルでしたがリターン取れない。なんかやりたいところですけどね、さすがにあの反応するのは無理でしょうか。さあ落としてミュウいい流れ、カメアジ幅切りから幅切りから投げていって、さあ重い金は出てきていない、バタイできてませんがジャンリシーで押し切っていきます。さあなんとか踏みとどまっているミュウ、2勝目をゲット。さあ長谷川はここは勝ちを落としましたがまだリーチがある状態、貯金は2試合分あります。第7試合 4-2 ですね、第7試合となります。
あなた。ザ・ウィール・オブ・フェイト・イズ・ターニング。長谷川4勝、ウニャキュー2勝で第7試合スタート。ゆるゆる来る。ザエがガードして、これはジャンニシーが恐ろしいといった感じでしょうかね。清澄さっきから散々結構完成式ジャンニシーで対空潰しというか、相模くらいカウンターからダメージを取られているので、清澄を混ぜてきている。 6B は立つ。 6C かな、アメロドスカ。これはしっかりアメロドスカ発生オスをあるので出てるのを確認して離脱しようとしましたが、そこをミュウが捕まえる。上田行く、6へ立っている。そして下がパンからすかさず崩しに来た。さあしゃがみくらい、ダウンを取ってテイクアメのトスか、ダメージが実している。さあ CA で読んで、あのままラピアンするが、この流れは止まらないです。一本選手したのはミュウ。何して、おーっとうまいぞ。あのジンの 2D と同じですね。その前の技を直撃して前ダッシュから、バリが押し込んでおくと、そうすると今みたいな感じで中間に判定がない技はスカッとできますね。大チャンス。ジャンニシー B 波を潰して行くが、ジャンビー通る。ここはゲージ使いません。ジャヤク出ない、てか出さない、入れ込んでませんでした。これはうっと水じゃ足んない。たまにある投げ見ている。シャガパン対空だ普通に。さあ探しかと思いきや、ジャンニシーも警戒したが、シャガパン対空が当たってまたも王手をかけるのは長谷川。ファイナルラウンド。さあこれはジャセツでジャカツか、ぬるっとしたところに探しカウンター。 6B さあいい流れですよ。ミュウ画面味でいつものあれやって、あと繋がってない青いが移動起き上がりは許しませんと。しかしジャンシージャンニシーのジャンニシーが届かずダウン取れない。時計台行く、裏回りだが、これはバリガモレっぽい下がビーが得た。さあ 6D カウンターからジャコウ投げは吹かして 6B 立つ。さあミュウ側が大幅リード、攻めるもよし、ピントを設置するもよしですが、ここはちょっと焦ったか、ジャコウがスカッとところにしっかり反撃決めて、さあミュウが初めての本日連勝で 4-3。 アザマが4勝、ミュウが3勝と追い上げてきました。さあタイにまで並ぶことができるか、それとも長谷川がそろそろいいでしょうと決めに行くかというところ。さあ行きましょう、第8試合目です。開幕ジャバイから劣勢が、これね繋がってないから食らっちゃうんですよね。逆に展開の速い崩しとして機能してますけども、さあノーマル残影からしっかりダメージ取っていく。行く立ちで中央に逃げる。これは読んでいても立ち D が間に合わないか、てか読めないですよね。読むとしても本当に一点読みじゃないと厳しい。担当するのあのって今のジャンプシーンですね。あの飛ぼうとして逃げたところを抑え込みに行くと、でミュの場合はジャンシーからジャンニシーもあるんで、相手からすればそこから動きづらいですよね。さあそしてラピカンゲダンが通る。バースト、さあ結構バースト温存してた感がありましたが、ここは流れを切るために使っていく。 CA 画面味を合わせていくが、すぬぐいが出ないのか、それとも行き立ちだったのか怪しいが、ジャンプ B めくりで1入れ替えからジャンニシー、この様子見てると2段ジャンプしませんみたいな
高い位置からのジャンリシーが強いです。センターあたり、ジャンリシーはね、前作みたいなそのお手軽感は、お手軽感は相変わらずなんですけどね、超越リターンみたいなのはないんですが、十分今作も強い技、頼れる技です。やっぱ過去作のミュウやってた人が今作のミュウと対戦すると、あのジャンリシーの変更にね、かなり面食らう感じになりますよね。ダミューマオ2ラウンド目も終始優勢。これはファイナルまで行くか、第9試合ですね。ダブルリーチの状態、さあ狭間決めたいが、 3C カウンタージョーク、ここはノーマルコンボに行きます。4800、得意はつぬぐいでしっかり返してラフキャンからダメージを稼ぐ。雨のトスからラフキャンから、悪くないぞ、ラスト 6D ジャコー、ここをバースト使っていった。さあ逃げ切れるか、ミュウジャンビカウンターが反応できない。雨のドッツか、CA だ。さあどうする、 8D 渡らない、危ない。ウロボースのゲージがないですね、今戻せなかった。さあビットが機能した、素晴らしい粘り。ウニャキューが3連勝で、さあ最終試合までもつれ込みました。4対4、勝った方が分からせ完了です。なんだかんだでやっぱりね、あのまあ同じぐらいのレベルの人とかを捕まえてやるっていう、この GWB だからこそなのかもしれませんが、接戦な展開になることが多いですね。さっき言ったようにガチ中にやっぱり動きを、相手のね傾向を見て動きを変えるんですけれども、やはり相手もねそれをさらにこう対策してくるみたいな、これがやっぱり面白いところですよね。でお互いこう対策が進んでレベルがお互い上がりますみたいな、やっぱ同じぐらいのレベルの人と格ゲーやった方がいいっていうのはやっぱこういうところによると思いますね。この空投げ、おっとちょっと怪しいぞ、ちょっと怪しい、だいぶ怪しい。さあでもこの怪しい感じが逆に通るんですよね。ただ乱れてるだけかもしれませんが、狙って荒らしにいってる可能性もあるのでこの辺は読めない。今までの動きと全く変えてくると非常に厄介です。ジャニシー紫だけは見てから抜けて、つぬぐい置いてある、雨のドスカーカウンターから下ろして、さあノーキャンですね、タイミングを変えています。さあちょっとウロボースが怪しい感じになってきているが、2ラウンド目はでかい指導がお互い入らない、立ち回り勝負。今のは立ち D 伸ばさずに派生した結果、バグスの攻撃助かりましたね。ヤバキヤバキやらしい、ヤバキ合わさし有利なの、わかんないけど多分有利。つぬぐいが出ない。さあ変なことやり始めました。今まで全然見せなかったシャガパンジャバキを多用し始めて相手のリズムを変えてくる。おっとこちらウロボース派生2個使っても追っかけられないガンダッシュ、両足もびっくり。ジャンビーから3位がジャンニシー、ノーマルヒットだがコンボいけない、ジャンニシーカウンター。なんとこれはちょっとビットのあれか、もしくはバースト警戒か分かりませんが、怪しい感じ。位置入れ替わっても2段ジャンプで反応、リバーサージャイオク、ここは勝負に行きました。で OD から完全パー体のジャコーミズチが入りまして、はい、結果的にフニャキュー追い上げましたが、あと一歩及ばず5対4で長谷川狭間の勝利となります。おめでとうございます。起きてください。いやでもいい勝負でしたね。一方的にいっかなと思ったんですけど、
ミニ野球が対応してきて崩しも変えたりとかしてね、かなり意地を見せてくれましたが、結果的には長谷川が紙一重で5勝目を手にしまして、勝利となりました。はい、というわけで本日はまあ一組だけでしたが、 GWB はこれで終了になります。皆さんお疲れ様でした。まあ、大体な流れはこんな感じですね。結構やっぱりこの5先勝ちって決めてねやると、普段の試合でやってる相手でもかなり緊張したりとかして、結構みんなプレッシャーでね思い通りの動きができなかったりとか、独特の緊張感があって面白いと思うんですけどね。このイベントは毎週水曜のランバトの後に、一組だけ、これはランバト参加者のみ、参加できる形式、指名制ですねとなります。で、不定期な金曜日、不定期金曜日、今日みたいなね、不定期金曜日に、予約制で3組そして、今月からは第2第4土曜日がブレイブルーの週末大会の開催週なんですけど、土曜日も、予約で2組大会後にね、週末大会5時からとちょっと早いんで、その後に予約で2組といった感じで、水金土とだいぶやりたがりなイベントになってますが、割と今のところ好評ですんでね、ぜひぜひ皆さんもアイスと白黒つけたいみたいな感じでご参加いただければと思います。